君が来るのを待っていたぞ。ここでは時空を超えてドラ…よく来てくれたな。君を待ってたんだ。俺と一緒に時空と銀河を股にかける大冒険へ飛び出そう。まずはどのエイジに出発するか選んでくれ。戦うミッションを選んでくれ。ミッションによって敵の強さが変わる。分かったよ。君の力を信じよう。頑張るんだぞ。まだカードを登録できるようだけど。仕事が忙しいの。私の出来事を。チーム決定だ。次にこのヒーローバッジ決定。ではヒーロースキル決定。さあ行くわよ。恐ろしい敵だ。心してかかってくれ。あの絵送ってやろう。体力ボーナスで体力がアップしたぞ。ヒーローエナジーボーナスでヒーローエナジーがアップしたぞ。仲間のアビリティ発動だ。ヒーローバッジのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンド1敵のアビリティ発動だ。俺が片付けてやる。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。しまった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。ボタンを押せ。ラウンド2ヒーロースキル発動。ヒーロースカウターの基本効果でバトルが有利になったぞ。敵のアビリティ発動だ。俺が片付けてやる。アタッカーを決めるんだ。覚悟しろ。仕方ないな。行くぞ。よし、作戦決定。しまった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。フリーズモード突入。すべてのカードをサポートエリアに入れるんだ。
メインカードを集めるぞ。私が力を貸してあげるわ。はー、カードをゆっくり回して隠された力を呼び覚ませ。いいぞ、僕の力が溜まっていくぞ。フリーズ成功だ。時間よ、止まれ。今だ。これが修行の成果。カードをこすって攻撃だ。やるじゃないか。完璧だ。誤算だったな。決まった。仲間が気絶してしまった。君のチームの攻撃だ。ゴッドカメハメハモード突入。すべてのカット、ゴッドカメハメハを発動させるぞ。カード今膨れ上がっているぞ。そのカードを押し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 、ゴッドカメハメハ成功。なんてパワーなんだ。トリプルモード突入。すべてのメインを枠の中に入れるんだ。メンバーを枠の中に入れるんだ。よし、トリプルアタック発動。カード倒し。もう倒し。カード倒し。カードを枠の中に入れるんだ。そのままフィニッシュだ。スーパートリプル成功。追加効果発動だ。ラウンド3、仲間のアビリティ発動だ。目のもの見せてやるよ。これが修行の成果。敵のアビリティ発動だ。俺が片付けてよ。アタッカーを決めるんだ。消してやる。よし、作戦決定。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙うんだ。仲間のアビリティ発動だ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君は先行だ。カウターアビリティ発動。さあ、覚悟してよね。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。いや、ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ファイナルカメハメハ KO。 すごい、最強の銀河戦士を倒してしまうとは。当然の結果よね。これが今回のスコアだ。ヒーローバッジのチームボーナス効果でスコアがアップしたぞ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。
れは強い力を秘めているぞ。